はい、皆さんこんにちは、松雪しろいと申します。今日もマイマイマイ語演第2話の続き実況プレイしていきたいと思います。ブロックアンサーっていうクイズゲームに、2人1組で全部で4チームで参加するために、そのチームのメンバーとお助け役チームにつき1人ずつを決めて挑戦するってところでしたね。じゃあ早速中に入っていきたいと思います。全員揃ったならさっさと行くぞ。あ、待ってください、はやてくん。その前にクレヨン、これ、さっき手に入れたクレヨンじゃないか。それがどうかしたの？みんなでちゃんとアトラクションをクリアして、寄せ書きやりたいから、クレヨンを1本ずつお守りとして持ちませんか？というリンリンくんの提案です。いいかもしれない。さっき思いついてれば休憩所のみんなにも渡せたんだけど。ん？おお、それは映えるやつですよ。ぜひやりましょう。さすがリンリン、いいね。うん、なんでもいいけど早くしろよ。みんな好きな色を取って。ん？これは当然赤だ。僕ちゃんは青なのら。あ、そういうノリです。じゃあ私は紫色ってことですね。全体の色ですか。シルバー色なんてあるでしょうか。銀色、ネズミ色とかならあるかもね。あ、よかった、あったあった。いっぱい色入ってるからあるよ。はい、銀色。それじゃあ私は緑色をもらおうかな。何？金色なんてあるのかよ。じゃあ俺は金色がいい。赤じゃなくていいの？葛藤ですね。やっぱり赤でいい。まったく、レッドは辛いぜ。私は適当な色でいいでしょ。ズリハちゃんには私が一番映える色をおすすめするです。そうですね、このエメラルドグリーンなんてどうです？そんな色もあるんだね、今のクレヨン。綺麗な色じゃない。まあ確かにゆずりはちゃんエメラルドグリーン似合いそう。じゃあ私はそれにする。似合う。はやては何色がいい？なんでもいい。はやてくんはクールでかっこいいイメージですからね。黒なんてどうですか？ん？あ、黒はブラックの色だぞ。ああ、ユウ先生は別の色にするから黒、はやてが持ってていいよ。では黒。はい、どうぞ、はやてくん。あ、お前なんでこんなことをやってるんだ？え？お前ぐらい頭が良ければ一人でもっとうまくメダルを集められるだろう。シンタなんか足手まといにしかならねえ。寄せ書きもメダルに何の関係もねえ。なのになんで？僕は一人じゃただ頭でっかちなだけの臆病者です。でもシンタくんや戦隊の仲間たちが僕にはない勇気をくれるんです。一人一人の力が重なれば一人よりずっとすごくて強いんですよ。寄せ書きは戦隊メンバーだけじゃない、みんなの力を一つにするものです。そのためにはぜひ颯くんの力も貸してほしいのです。俺もしょうがねえな。まあ持つだけ持っててやる。寄せ書きの黒色任せましたよ。先生はどうする？そうだな、じゃあ金金いっちゃうのか。ブラック、いやー、ゆう先生は金って柄じゃないからな。先生白とかどう？グレーか。グレー、これにするよ。守るの銀色と似ちゃうけど
ブラックと無関係でもないし、いい感じじゃない？いいと思いますよ。しっくりきます。それじゃあ行こう。お守りを持ったからきっと大丈夫。必ずみんなでクリアしましょうね。約束ですよ。なるほど、ここでタイトルの約束とクレヨンが出てくるわけですね。あ、始まった。ハローエブリワン、デミブロックアンサー。さあ今回も始まりましたデミクイズブロックアンサー。挑戦者たちは様々なジャンルで構成されるこのクイズを攻略し、無事メダルを手にすることができるのか。本日もライブでお届けしますデミ。わーわー、うるさいのら。バタル先生とやるんだ。シンタかと思った。あ、さすがにそっか、バタルとシンタだとちょっとあれかな、心配だから、一番ちょっと心配めな渡ると先生が一緒にやるってことなのかな。なんだこれ。これじゃあアトラクション店よりまるでクイズ番組だな。あーこの組み合わせなの？おいおい、なんなんだよこのチーム分けは。そりゃこっちのセリフだ。バカシンタとチームじゃ不利じゃねえか。なんだと？チーム分けはこちらでゲームをくぐった順なんだ。くぐった順で振り分けましたデミ。それは入る前に言え。おお。ここはいい感じのチームですね。ゆずりはちゃんと同じチームなんて。わあ、すべてがシャッターチャンス。何この歓声。まあただの演出ってのはわかるけど、私にはちょうどいいかな。ああ、こっちのチームもいいですね。マモルくん、大丈夫？すごく緊張してるみたいだけど。なんというか、こんな派手な感じだとは思ってなかったので。いえ、しかし大丈夫ですとも。頑張りましょう、リンリンくん。ルールは簡単。こちらのパネルをご覧くださいでに。ひらめき、全種類、5種類あるのね。クイズはこの5個のジャンルの4個の難易度から構成される全20問。10点の問題が一番簡単で、40点の問題が一番難しい。でも難しい問題の方がたくさん得点をもらえるっていうことらしいです。10点の問題は正解すれば10点、間違えたらマイナス10点。なるほど。じゃああれがプラスも大きいしマイナスも大きいっていうことなのね。なるほど。ただしいきなり40点の問題に答えることはできないでね。そうなってるんだ。全員が10点の問題に答えたら20点問題、20点問題も一周したら30点問題。難しい問題ほど盛り上がるから、それはゲームの後半の楽しみでに。なるほど。じゃあ全部4×5 で20問答えるってことなのかな。何が楽しみだ。変な演出までつけて、途中で得点がマイナスになっても失格になったりはしないです。最終的な得点が何点か、それだけが重要で。そっか、最後でマイナスになっちゃったらダメだよっていうことだよね。それぞれのチームにはこちらで決めるランダムな順番で問題に答えてもらうでみ。まあ習うより慣れろ。あとは実際に遊びながら説明するでみ。ブロックアンサー始まりました。あ、早速 A チーム1回目の回答でみ。緊張するのだ。大丈夫、
ゆう先生もいるから一緒に考えよう。最初だけジャンルはこちらでランダムに決めるでな。じゃん。ジャンルは知識。 A チームは知識の10点問題に挑戦でみ。回答は2人で考えて答えてもらうでみ。では問題。フェンシングの試合開始は何でみ？わからない。フェンシングって剣で戦うやつだよね。これ、あれ、どれ、それ。わからないな。全くわからないけど、多分フェンシングって外国の発祥の競技だから、あれか、どれかな、どれな気がする。なるほど、結構ちゃんとクイズなんだな。はい、注目でみ。なんだよ、いきなり。さすがにまだ考え中だぞ。回答はこの場ではなく、後ろのダンジョンボックスの中でしてもらうでみ。中には A から D が書かれた4つの扉があるでみ。問題の答えだと思った選択肢の扉に制限時間以内に入ってもらうでみ。は？クイズに答えるだけのためにそこまでしなきゃなんないの？その方が映像にアクションが加わって取れ高たくさんでみ。なるほど。なるほど、取れ高のためなら仕方ないです。仕方なくない。くだらね、ただのテレビごっこじゃねえか。さあ A チーム、ダンジョンボックスにご案内でみ。答えを考えながら体も使えってことか。仕方ない、渡る、ゆう先生から離れないようにね。ゆう先生にお任せなのだ。クリマークみたいなのなんだ。なんか外から見たより明らかに広いような。いや、ここではそんなの今更か。どういうことなのら。フェンシングの試合開始、この左上にある1分ってのは1分以内に決めないといけないって言葉なのかな。フランス語で初めみたいな意味の言葉だって聞いたことがあるよね。フランス語で初めか。スタートのちょっと似てると感じのやつとかなのかな。準備はできたでに。問題を確認したかったら小型モニターをチェックでに。この途中にあるびっくりマークとかブロックで埋められてるのとかはどういう意味なの。お助けコールもそこから使えるでみ。それでは A チーム、正解だと思う扉に向かってレッツゴーでみ。どれだろう。それスタートす。あれかな、フランス語で123でアンドゥトロワだから、アンのちょっと頭文字が似てる。シンに行ってみましょうか。オッケー。ああ、こういう感じで動くのか。なるほどね。お助けコール使ってもいいんだけど、2回しか使えないから。わからない。考えてもわからないね。バスケコール2回、わからないけど、じゃあとりあえず、よいしょ、大丈夫かなこれ、はい、入ってた。じゃあ C に行きます。答えは C、 あれかな。本当に C、 あれでいいんだよな。これは大丈夫かな。時間がない。丸なのだ。やったー。
すごい勘だけど当たった。素晴らしい。正解でみ。ふざけてないでみ。フランス語でみ。はーい、アンドゥトロワのやっぱりあれだったのかな。それでは A チームは扉をくぐって戻ってくるでみ。やったなら、ユウ先生もクールで賢なのだ。よかった、この調子で頑張ろうね。とりあえず A チーム第1問クリアしました。1個上がって、見事に正解した A チームには10点あげちゃうでみ。タワーが伸びた。得点に合わせてボックスが上下するでみ。プラスの点の数だけタワーが上に伸びて、マイナス点の数だけ落ちるでみ。どのチームが点を持っているか一目でわかるシステムでみ。やるなブラック、俺も負けてられないぜ。まるで本物のクイズ番組みたいだね。確かに、まあある意味本物のクイズ番組よりも本物なわけですが、負けられないもんね。まだ A チームの出番は終わりじゃないでみ。で、クイズに答えたら次のチームにバトンタッチする前に次のクイズのジャンルを決めてもらうでみ。あー、ジャンルを前のチームが決められるのか。今答えた知識以外の4個の中から選ぶでみ。まずは10点問題から順番にだったな。次にクイズに挑戦するのがどのチームなのかはランダムなんだよな。そうでみ。選んだジャンルは果たして次のチームは得意なのか苦手なのか、ドキドキでみ。そっか、選べないんだもんね。それじゃあ迷っても仕方ないな。直感でどれか選ぼう。論理ひらめき意地悪サンリオ。当たる。選ぶ。僕ちゃんが選んでいいのだ。じゃあ選んでもわからないもんね。じゃあ論理でいきましょう。次のジャンルは論理なのだ。オッケーでみ。ではこのジャンルに答えるチームは、おお、論理得意そう。 B チーム任せてください。僕も活躍してみせますよ。まもるくんお願い。では問題。あ、不格好なおはぎと塩おにぎり合わせて150円でみ。不格好なおはぎは塩おにぎりより100円高いでみ。塩おにぎりはいくらでみ。合わせて150円で100円高いってことは、おはぎがじゃあ塩おにぎり50円でおはぎが150円、あ、合わせて150円か。C の C と D ってどういうことだろう。 C と D 斜線。 D チーム現在は0点でみ。さあ D チーム、ダンジョンボックスにご案内でみ。さっきのダンジョンボックスよりだいぶ入り組んでるな。100と50で A の25円ならおはぎが125円でおにぎりが25円で合わせて150円。筋が通ります。答えは A です。準備はできたでみ。それでは D チーム、正解だと思う扉に向かってレッツゴーでみ。これも私が操作するのか。答えは A って言ってたけど、よいしょ、とりあえず A に向かいましょう。はいって言ってたけど、 E のなしってなんだ。 C と D のなしって、
模試って何なんだ。A だよね。 B でもでも筋が通るのかな。25円ですね。行ってみましょうか。あ、丸だ。あ、素晴らしい、正解でみ。おにぎり25円、おはぎ125円、合わせて150円でみ。はあ、それでは D チームは扉をくぐって戻ってくるでみ。やったね、まもるくん、お役に立ててよかったです。リンリンくんもナイスサポートでしたよ。無事クリアできました。おめでとうでみ。見事正解した D チームには10点あげちゃうでみ。はい、 D チームも10点です。いい流れを作れるでみ。ドキドキでみ。さあ、次のチームにバトンタッチする前に次のクイズのジャンルを決めてもらうでみ。ジャンルはひらめき意地悪サンリオが残っている。リンリンくん、ぜひ選んでください。いいの？それじゃあ次はどっちに行くかな。じゃあひらめきで、次はひらめきかな。オッケーでみ。ではこのジャンルに答えるチームは、おお、 B チーム。足引っ張るなよ、お前こそな。では問題。はい、そしたら今回はブロックアンサーの続きですが、一旦ここまでにして終わりにしたいと思います。次回からはどんどん問題にクリアしていきたいと思います。次はひらめき問題ですね。はい、それじゃあまた続き次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたねー。